は三好問題です。佐々木です。佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は久々のラッシュモンズ紹介しようかなと思いまして、ミッドウェイ捜査課の YouTube で。そうです。いやだって意外と紹介してなかったもんね、はい、ラッシュモンズ。そうですね、結構久方ぶりですので、こちらのデニムジャケットと、このこれもう言っていいのか分かんないんですけど、本当に、はい、あのパリ直送便。そうですね、はい、ベルギーの匂いします。もうほとんど完売してたんですけども、はい、あのご好意で、あの、はい、いわゆる、まあ、追加とかって今良くないんだよね、追加的に。再入荷みたいな感じの品番なんですけどね。はい、まあ、これを紹介していきたいんですけれども、けれどもっていうところなんですよね。けれどもっていうところで、あの副題って副テーマ的には、はい、これでいいのかオーバーサイズ。いや、よく言われますよね。そう、同期用みたいな。そう、お店であのよく着てて、まあ僕年齢こう38、特に大人の方ね、はい、がやっぱりうちもあのお客さんも多いので、オーバーサイズってこれ大丈夫かと、うん、かっこいいのは分かるんですけど、かっこいいっていうのは分かるんですけど、着てみてこれやっぱラフシモンズすごいいいよね、オーバーサイズいいよねっていうのは分かるんですけど、これでいいのかと、これで正解出てるっていうか似合ってる、やっぱこう着てきてないんで、はいはい、あの着てきてる、着てきてらっしゃらない方が多いので、新しすぎて欲しい気持ちあるけど、これでいいのかオーバーサイズっていうあのところをあの解決していきたいなっていうのと、もう一回やっぱこうまだいけるのかみたいな。ああ確かに確かに、オーバーサイズまだ続くの、この流れは続いてるのかと、まあ、結論から言ったら続きます、はい、続きます、まあ、ストリートからやっぱオーバーサイズね、もともとこう、はい、ダボって着る服が、まあ、ラッパーの方とか出てきたんですけども、その流れがですね、今むしろ今こそ、まあ、バージルしかりデムナしかり、まあ、スーパーブランドと融合しまして、まあ、ラクシモンもそうですけども、これからより出てくると思ってもらっていいと思います。今までだと、まあ、僕らがやってるデザイナーズのちょっとコアな部分だったものが、あの世界的にむしろグローバルに展開されていく流れになっていくと思います。でもう一方でですね、グッチがやられてるような、まあ、クラシックへの解雇はあるんですけれども、やっぱり戻っていく方向なので、あのすでにこうお洋服持たれてる方すごく多いと思うので、やっぱりどうせ買うならちょっとこういう緩めというわけじゃないですけど、オーバーサイズであのリラックスしたフィットになってきてるのがありますし、あのうまく昔ほどこうストリートすぎず、うまく今のライフスタイルだとか、はい、あの着られる方のちょっと強度のファッションの、強すぎないように合わせたものがだいぶ増えておりますので、はい、ぜひともやっぱりね、まあ、これでいいのかオーバーサイズを見ていただいて、はい、チャレンジしていただければと思っております。はい、それではですね、これでいいのかオーバーサイズ突入していきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ではラッシュモンズのオーバーサイズデニムジャケット着用してみました。今回こちら141,900円で、スモールとミディアム、着用ミディアムですね。ちょっとカッコよくしてる普通やなもう一番、まあ、うちのおすすめするオーバー、はい、これパー、まあ、あのアイテムはいいですよ、アイテムはいいですけど、はい、あのオーバーサイズに対して、はい、あのスポーティー、今ねスポーツテイストの、あのね、下半身、ね、はい、を、まあ、の中でも最高峰のリックと、はい、でまあ、パーカーはあのラクシモンズでも何でもいいですけど、ちょっとオーバーめなものと合わせるっていうのが、はい、一番どう、インスタとか込み込みでも王道今もなってますよね。そうですね、はい、ね、皆さんが一番こうよく目にして、これってこういう感じで合わせんだよねっていうイメージあると思います。でこれうちもね本当かっこいいと思ってますし、一番いいと思いますね、はい、一番抜け感あると思うんですけど、ただこれが最初初めて来た人はこのまま全部これを1回目いくと、はい、やっぱこれこうこれで合ってんのかと。佐藤君なんかもそうじゃない、これ着こなせてる感じ、自分のあんま元で持ってないタイプじゃない。はい、そうです、基本的にね、なんかどっかこう自分なりのアレンジが逆に佐藤君なんかだともうできちゃうタイプなんで、ただでもこういうお洋服を初めて買うっていう方はちょっとまだそんなアレンジようわからんみたいな方が多いと思うんですよ、うん、でそこでこれでいいのかオーバーサイズということで、はい、まあ、ちょっとずつこう変化をさせながら、そうなんですよ、はい、これに最終になろうとかそういうことでもなく、はい、こういうスタイリングはもちろんいいんですけど、ただやっぱこれが落ち着かないけど、この
はい、ラフのオーバーサイズをやっぱでもこれかっこいいし取り入れてみたいなっていう方にご提案で、はい、うちにしかない、はい、もうミッドウェストにしかない掛け算でしかもご紹介したいなと思います。ということでこのイメージを覚えておいていただいて、はい、チェンジしてみたいと思います。で、まあ、佐藤君ちょっとやっぱまだ29歳で3です。さて若いし金髪だしちょっとあのこう四捨五入してください。あのご自身の顔面と入れ替えてください、ね、そこはでも身長とかも全部なんか伝わりやすい身長ぐらいだ。そうだね、172.5です。何やリアルじゃないですか。まあまあまあちょっと痩せすぎですけどね。あので大人だともうでももうあのもうちょっとふっくらされても大丈夫ですから全然全然、ね、まあ、そういうだからちょっとぐらいの方に自分で置き換えてください。ここら辺はちょっと若いなって見えちゃうと思いますけど、それではチェンジしてみたいと思います。はいはい、着替えてきてもらいましてこう、まあ、じゃあずっと下がっていってもらいましょうか。まああの先ほどのですね靴残し、まあこういう靴皆さん絶対ないと思います。靴残しの T シャツ残しのアウターそのままでインナーにうちの1万8000円の、はい、あのラクーンね、あのすごい着心地のいいニットとベージュのこのちょっとサイド見てもらうとこういう太めのあの裾にストリングのついてるカーゴパンツと入れ替えていました。これでグッとリアル感出てきたじゃないですか。確かに確かにそうですね。なんかリラックスなカーゴででトップスもニットってちょっと大人な、そうなんです、合ってる感じしますね。佐藤的にどう、あの自分に合ってる感じがします。まあ要はあのこのだいぶ ベージュのカジュアルさで、はい、あのこのリアルにこうちょっとかけ離れた自分からリアルなこう自分にこうグッとこう引き寄せた、そうですね、確かにところまでしたので、あでこのニットをスウェットポッキーっていうのがポイントになってまして、だから T シャツから出してください。これこのままいったらあのまたこれちょっとおじさんがこれだけ着ちゃったみたいなことになっちゃうんで、ここでこれを出してください、ね、うん、これカジュアルになってますね。普段着っぽい、そういうバランスにこのニット作ってあるんで、うん、だから1万8000円とこの1万7000円入れるだけであのもうこれ着こなせちゃって、オーバーサイズ攻略、うん、そうですね、確かに確かにオーバーサイズ攻略で、あの1個ちょっとだけ言ってもらうとポイントとしてはあのネックレスがいっぱいあると思うんですよ。いいネックレス山田さんいっぱい買われてると思うんですけど、ちょっと今年はこのデカめを見せずにインと、ね、チラッと見えるのか、そうそうです、はい、まあ、あの買われる方はもうティファニーのもう、ね、はい、やつ買われてますけど、あのそうじゃなくても全然旧姓のこの金に入れれるんで、まあ、そこはあの大人の方が一応ターゲットなんで、調節してください。でもこれを入れるっていうのがちょっとポイントだったりということで、でこれも本当にうちしか売ってないパンツで、もう一本もう裏向き合わせてきてますけど、もうこのコーディネート、これも、2万2000円のうちの、まあ、あとカーキ単色と迷彩があるんですけども、2枚革靴でこのシャツを全止めというね、やっぱフード入れると安心感出ます。そうですね、ちょっと落ち着きますね、うん、さっきのフード入ってるのとはまた全然あのパンツがテーパードじゃないだけでもうおしゃれパパーになったと思うんですよ。確かにそうですね、はい、なんかこうブラックでデニムとはいえどやっぱりこの特徴的なサイズもあって結構こうモードな印象に見えちゃうんで、やっぱりこうどこかこうベージュでカジュアルに持っていくとか、うん、やっぱこうスウェットっぽく着るとか白 T 挟むとかちょっとこうカジュアルダウンさせていってもらう方が自分にこう持っていける感じっていうか持ってる服にこう馴染んでくる感じ、着るイメージが湧くかなとは思いますね。そうですね、これなら公園で遊んで汚れてもいいです。そうですね、さっき13万のパンツ汚れたらちょっとチェッとなります、うん、そうです、ね、奥さんに履いてくんなって言われます、うん、滑りたり滑るときにちょっと今日は滑られへんわってなります、うん、でもこれから滑れますから、そうこれを思いっきり上げないとダメですけどね、うん、もう弱い気になるんで、まあ、ちょっとそういうのが本当にリアルに起きてくるんですよ、うん、あのはい、これさらっと着てる感すごくいいです、ね、しかも動きやすくて着やすい、うん、でただこれだとまだちょっと納得できひんわと、このちょっとパンツを太くしただけでしょみたいな、ちょっと俺にはまだ入ってこないなっていう方に、はい、もう一段階、まあそれでよし分かったって何か分からないんですけど、もう一段階あのこれでいいのかオーバーサイズやってみたいと思いますので、はい、で
これバージョン2ということで、はい、まあ、さっきとあんま変わってへんやんっていうのがで思われる方も多いと思うんですけど、僕の中でちょうどストーリーがあって、これはさっきのオーバーサイズ取り入れてみたいなということで、これはもともと結構もうなんて言ったら、まあ、この言い方わかんないですけど、まあ、ブランドの服も買われてきてて、言うと結構細身なウェアで今まで来たと、でちょっとスタイリングもコンサート、まあ、要はディオールとかセルリとか着てたみたいな方で、あんまりこういうカーボパンツとかよりもやっぱり俺は綺麗なエレガントさ残したいなっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。で黒がやっぱ落ち着くしっていう方、まあ僕のおすすめとしてはうちこういう系のパンツがいっぱいで、ちょっと中太の裾周りにたまりが出てフレア感が出せるようなパンツっていうのを合わせてもらえるとすごくおすすめだと思います。あでラクシモンズっていうブランドだったらもうすぐウェアレアで行くんですよ。そうだね、確かに、うん、もっとグワッと、そう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 、それはまあね、まあちょっと若者に渡しといて、でちょっとこうエレガントにこのジージャンを着ていくっていうので、でおすすめというかトラインポイントとしてはやっぱこのこれもうちしかないですか、ボースのローファーね、やっぱりここスニーカーで行っちゃうとまたこれこう今までのコーディネートとそんな変わらなくなっちゃうんで、ちょっとローファーでもスニーカーソールのボースとでここ黒でいいんですけど脱黒でこの洗いをかけた久保さんの1万2000円のパーカーはフーディーを入れてます、まあ、全部黒でいってもらってもいいんですよ、全部黒でいってもらってもいいんですけど、やっぱソッシャーでやっぱまた新しいもの買ったのになんか新しいもの買った感出ないんで、せっかくラフで着てもらうならちょっと色ある方がそう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 、ね、今ので色気がなんか変えるね、なんかそれこそこれは僕だったら青でもいいんですけど、こういうブルーとかグリーンとかちょっと今年らしい色を刺していくのがおすすめじゃないかっていう、まあだから言うとやっぱりパンツをちょっとちょっと横並びにしてもらう、緩くするとね、なんかテーパードとかスニージーンズでオーバー合わせてるっていうあのコーディネートとちょっと変えれて、これからオーバーどうなんだオーバーサイズっていう方もリアルに着やすいんじゃないかなっていうことです。なんかパンツのラインだったら重要な気がしますね。そうですね。続いてはこちら、はい、パテットオーバーサイズベストの方をご紹介していきたいと思います。まあこれはどうなんだよオーバーサイズっていう、はい、もう尺度ではラクシモンズのコレクションピースはもう測りきれません。そうですね、もう書き立てられます、ね、そうどうもこうこれを見てやっぱ攻めてるなラフ、もう勝負してるな俺も勝負したいっていう気持ちが買う商品なんですよこれは。ただその中で、まあ、三者三様ちょっとこうラクシモンズらしくないやっぱうちらしい見てましたらしいコーディネートでご提案というか、まあこれの参考コーディネートでね、こんな風に合わせるのもいいな、ラクズバリじゃないのも面白いなっていうのを見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。さあそれではですね、最後はもうこの心意気のアイテム、これはもうどうなんだろう、はい、オーバーサイズとはちょっとこう番外編だと思ってください、はい、これはもう着こなすとか着こなさないとかっていうよりもやっぱり買って自分がこう近づけていくしかないアイテムなんで、はい、そういうこのマインドの商品、マインドのある商品ですね。ファッションはやっぱりもう気持ちですから、気持ちの表れなんですけど、まあ、ラフシモンズらしい合わせはコレクションの画像を参照いただければいいと思うので、まあ、僕らなりにミッドウエストなりに冬作さん村井佐藤なりにちょっと着こなしていきたいなと思うので、まず僕からじゃあ行ってみましょうか。はい、ラフシモンズやっぱりアバンギャルドのアイテムじゃないですか、うん、サイズ感もデザインも、まあ、なんかこう自分なりに落とし込むにはこうヴィンテージっぽくいってもいいのかなっていうのと、まあ、こうベージュの柔らかい部分と含み取ってやっぱベージュとかで合わせるとなんかワントーンいい、ね、溶け込みますよね。ワントーンいい、うん、このペインター面白いよ。そうですよね、うん、これ自体でやっぱりね、このダウン着れる人やっぱこのぐらいあれペインキ屋さんみたいな感じぐらいの、はい、この遊びで街に繰り出してほしいもんね。そうですね。でダウンベストなんでこれ逆でもかっこいいんだよ。逆でもいいね、うん、なんかいろいろできそうな品番、これがねなんかインパクトあっていいね。やっぱこういう遊びのできる人にぜひともこれは買っていただいてトライしてもらえるっていうね、はい、これどういう商品なのみたいな、はい、でも本当ここ1年ぐらいかなりプッシュされてる時代の品番なので、あ、うん、なんか次も続くね、はい、次も続くね。結構ラフシモンズの中で押さえておきたい品番の一つだと思うので、ぜひ見てみてください。そしてじゃあ佐藤君いきましょうか。このコーディネートもやっぱいい。村井君はモッズコートに TH のボンバーやりましたけども、
やっぱりラフシモンズといえばこの独特の、ね、はい、ミリタリーの中でもこの育種にも重なるレイヤードで、うんうん、デザイン性を高めていっていただけると、これはやっぱ過去ないもんね。そうですね、はい、これまでだったらこれがモッツコートだったりしたところがまさかの、はい、うん、ダウンジレだよね。ダウンジレ、ダウンベストじゃなくてダウンジレで表現されているっていうのが、はい、そうですね、すごく面白いし、うん、なんか今回のオーバーオーバーサイズっていうこの特徴的なシルエットがあるので、この脇の脇もやっぱり一回りオーバーで、ボタンもボタンまでもっていう、なんか本当この、うん、やっぱり自分のこの強みを最大限に生かした結果のアイテムっていう、最高っす、止まんないですね。これこの合わせももう一押しです。やっぱこのベージュ何でもハマる、うん、ベージュいいっすね。ブラックもかっこよかったですけど、うん、まあ、黒でいかない方がいいということで。そうですね、ラフといえばなんか俺ジャストサイズのデニムの上下っていうイメージが確かに確かになんとなくありました。やっぱこのユース感、こんなユースじゃないとできないからね。そうですね、パンツぐらいもこう細身はね、うん、あのヴィンテージなラインもできると思いますけど、デイトレですね、このユースな感じで、これも缶バッジじゃんと思って、こういう感じで、この提案、このね、この提案はヴィンテージしかやっぱしないと思いますよ。ラフズバじゃないこんなペインターペインターとかカーキカーキとかジャストのデニム上下で合わせるのも一つオツじゃないかなと。ラフシモンズのコレクションで見てると結構やっぱ自分にこう落とし込むのどうしようかなって僕も思わされるんですよ。難しい、もうやっぱ背も高いしもちろんね、なんかアイテム単体でこう捉えていくと結構なんかね、意外とあこの合わせでかっこいいんだって思うこともあると思うんで、なんかその辺はちょっと僕らなりにサポートさせていただければ嬉しいですよね。店頭 で意外とね、あ、それラフシモンズなんですねなる、そういう取り入れ方がしていくといいよね。おしゃれだよね、粋ですよね、センスいいよねっていう、ああ確かに感度高い言わせたいなっていうふうに思うだけなんですけど、はい、そうですね、なんかそれでいいなと思ったらぜひチャンネル登録とか高評価もしていただいて、お店にも来ていただければ嬉しいです。そうなんです、はい、まあ、今回は久々のラフシモンズミッドウエストなりにお悩み解決ということで、そうです、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。